カリカチ峠とは、北海道空地郡南富良野町と上川郡、新徳町の境界にある峠。道路の峠の標高は644メートル。峠の西側は石狩川水系、東側は十勝川水系で、日本海側と太平洋側の分水海である。1896年に北海道鉄道敷設法が制定され、 北海道関接鉄道の鉄道付設部長、田辺喜太郎が、ルート選定のために、スケホロ竹周辺を通査した際に、旧石狩国、旧都勝地国から一文字ずつ取って、狩り地峠と命名した。1907年に、日本国有鉄道都勝地線の落合駅、帯広駅間が開通し、峠付近には、狩り地信号場が設置された。落合駅新徳駅間は、 カリカチ峠を越えることからカリカチ線と呼ばれた。信号上からトカチよりにはカリカチ水道があり、トンネルを抜けると眼下に雄大なトカチ平野が一望できることから日本三大車窓の一つとされ、1927年には日本新八景にも選定された。1951年にはレールの切断による急行マリモの機関車と淡水車が、 脱線したマリモ号脱線事件が起こる。カリカチ線区間は急勾配などによる過酷な運転条件や厳しい気象条件に見舞われたため、1966年に勾配を緩和した新カリカチトンネルを経由する新線に切り替えた。トンネル内には、上落合信号場が設置されており、根室本線と石勝線の分岐点となっている。廃止となったカリカチ線の一部区間は、 1979年まで脱線事故や車両火災事故などの実験線として使用された。新内駅跡周辺には旧カリカチ線ミュージアムなどがあり、2005年には新徳山スキー場脇の SL 広場から新内駅跡を経て旧カリカチトンネルに至る約 17km が旧カリカチ線フットパスとして整備された。沿道にある鉄道施設の移行は、 土木学会戦勝土木遺産に選定されているものもある。日高山無役越えで最初に誕生した道路であり、江戸時代には十勝街道として存在していた。原ルートは1931年に改作され、1934年一般国道札幌ネム路線に昇格、1952年国道38号に指定された。と同を結ぶ路線としては、 最短ルートである国道274号が利用されることが多いが、気象条件や走行環境がより厳しい日照峠を回避するために仮価値峠が利用される場合もある。峠は大雪フラの十勝間に命名された北海道ガーデン街道のルートにもなっている。2007年に道東自動車道トマム IC 十勝清水インターチェンジ間が開通し、 カリカチ第一トンネルが貫通している。トンネル内の標高626メートルは北海道内の高速道路最高地点となっている。2011年には道東道が道王県まで直結された。カリカチ峠頂上画像左側が南フラノ方面、右側が新徳方面。新徳川中腹には宿泊施設、ゴルフ場、アクティビティ施設が集積した。 サホロリゾートや、旧カリカチセンミュージアム、牧場、キャンプ場などのアウトドア施設がある。ありがとうございます。